からですね、八日町バスターズ、白犬対ゲット組をやっていこうかなと思うんです。あ、吹雪姫や。は？邪魔すんじゃねえよ。さあ、やっていきますか。第2章かな。はあ、にゃけびのライブ、最高に楽しかったにゃん。ちょっと、あなたたちね、赤鬼にあんなボロ負けしたというのに悔しくないですか。そういう熱血な感じ、このチームには似合わないにゃん。やっぱ俺たちは無理せず今を楽しむことにしたにゃん。やっぱ猫やな。うん。もう根本が猫やから、ジバにゃん。グネコ、ジバ野郎が。ん？あ、コマさん。みんな、お帰りづら。コマさん、なんでここにいるにゃん。助けてもらったお礼を言いにわざわざ来てくれたんですよ。それだけじゃないぞ。このチームに入りたいらしい。あ、コマさん使える？コマさんがバスターズを。そうずら、みんなみたいにオラも強くなりたいずらよ。どうかオラに教えてくるの、バスターズの生き様ってやつを。そこまで言われるとなんか照れるにゃんね。わかったにゃん、コマさんこれからよろしくにゃん。よろずら。来た。え、なんか、あ、コマさん。レアブチや、レアブチ。やっぱコマさんってそうか。まあ、1体しかいいひんからやな、多分。うん。よし、じゃあコマさんは、MVP と呼ぶことにしました。もう、これはね、もうこれは僕の八日落ち実況一貫します。はい、もうほぼほぼ絶対一貫すると思います。コマさんに対して MVP という名前は。よし、 OK。 よーし、新しいメンバーも入ってこたし、トレーニングを再開するぞ。グラグラと逃げたぎった風呂ぐらい、あー、ついとくんだ、覚悟しとけ。 OK、 コマさん入れたいな。コマさんってなんなの。あ、来た。代理は熱々のお風呂にご用心。第何話まであるんやろうね、一体。コマさん入れてえな。バスターズのトレーニングって厳しいずらね。もう動きたくないにゃん。なんだ、もうギブアップか。これでよく今までバスターズをやってこれたもんだな。返す言葉がないでびっす。おっと、そういえばお前らにまだ聞いていなかったが。お、なんや。このチームは赤猫団と白犬隊、どっちで登録してるんだ。ん？赤猫団？白犬隊？何？まさかこのチームまだ登録していないのか。こんなのバスターズなら息を吸うぐらいの常識の話だぞ。なんやそれ。とにかく早く登録しに YBK ホールに行ってこい。YBK。 おお、 YBK ホール。バスターズなら一度行ってみたい。え、憧れの聖地じゃないですか。何それ。みんなバスターズビーグラ、私が運転しますから、準備ができたらいつでも、声をかけてくださいね。何それ。 YBK。 ちょっと待って。え、なんか吹雪姫喋れるやん。何これ。ふふ。あら、いたんだ。今待ってるアプリあるんだけど、みんなも使ってみる。あ、動画ね。はい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 。今まで起きたことが、動画で見れるアプリね。もういくつか入ってるはずだけど。でもこれから誰が、これ誰が撮ってんの？オッケー。じゃあまず、ウィスパー、あ、ちょっと待って、ジバニャン連れてこうぜ。何があるか分からへんから。ジバニャンじゃねえ。コマさんや。コマさんってアタッカーなんや。ちょ、俺コマさん育てたい。ジバニャンサブにするわ。コマさん育てたい。赤猫団と白犬隊ってなんかあんやな、そういう団体が。ただのカセット名じゃないんや。YBK ホール出発しますか。はい、行きますか。まさかの？なんやろ？どんなところなんや？お、なこれ。あ、YBK。YBK って妖怪？バスターズ？なんなの ?K ってなんなの ?YBK ホールに、到着です。門芸広いとことだね。なんか、紅白歌合戦みたいな。あ、赤犬と白犬のあれか。あ、ちょっと、そこの君たち。ん？にゃん、俺たちに、俺たちのことにゃん。そうそう、今から本番だからさ、ちょっと引っ込んでいてくれない？本番、何のことずら？とりあえず言われた通り、引っ込んでおきましょう。ん？な、本番？なんや。はい、それじゃあ本番、5秒前、4、3、2、なテレビのやつって4、5、4、3、2、1から声入らへんようにさ、声消すよ。おう、ブチニャン。ブチニャンや。教会。YBK。YBK や。なんかすっごいバズってんな。なんかもうすごい NHK みたいになってる、これ。うん。表示が NHK。で、紅白歌合戦みたいなじゃん。ブチニャンや。
ブチニャンってだってジバニャンとウィスパーの合体やもんな、これ。こんな当たり前のように出てくるんじゃん。真打ち限定とかじゃないんや。まあ、でも結構あれやな。合ってんな。ブチニャン。司会者に。ちょうどこの、白犬隊と赤猫団の。ちょうどいいキャラやったな、こいつ。うん。こいつちょうどいいキャラやったな。もげー、大盛り上がりづらねー。俺ら舞台から来てたんや。俺ら舞台袖から来てたんや。何してんの？あのブチニャンって誰かに似てないんやんか。これジバニャンに似てるし、ウィスパーにも似てる。気のせいですよ、気のせい。ですが、ブチニャンはいかにもここの関係者って感じですし、登録のことについて何か知らないか、ちょっと聞いてみましょうか。なんか、おい。すごい交わり方すごいない？これすごいない？ブチニャンとさ、ジバニャンが交わるって。でも、コマさんやった、俺。うん。ジバニャンとウィスパーとブチニャンの、異様なね、会話が聞けると思ったけど、これコマさんやった。いやー、みんなよく来たお似合い室。実は我々チームの登録に来たんですが、あ、それならノープログラムいいんか。今多分なんか舞台でやってたんちゃうんか、こんなに。大丈夫これ、なんか割り込みやと思われへん。なんか割り込みというか、もうこれ嵐やろこれ。俺っちのインスピレーションでバッチリ登録しておいてから、白犬隊への入隊おめでとうでウィス。ほら困りの妖怪だから白犬隊で嬉しいずら。ちなみにどんなわけでこっちに決まったんですか。昨日のおかずが真っ白なイカの刺身だったニャビス。え、これあれかな。じゃあ、赤犬隊やったら、赤犬隊じゃない、赤猫隊やったら、タコやったんかな。そんな適当な理由で、今度一緒にイカを食うか。はーい、登録も無事に終わったんで、帰っていいニャビスよ。そしてこれは今日の記念品ニャビス。白い手帳。ほう。なんかめっちゃ入ってもらえんな。白犬隊に関する機能が詰め込まれたアプリ、それが白犬手帳っす。白犬手帳を開けば白の気象の数をいつも確認。なんだこれ。手帳の中にある白犬通販で白の気象を使えるニャーウィス。白の気象を使えばいろんなものと交換できるニャーウィス。白犬手帳には友達ページという機能もあるニャーウィス。友達ページには日々の思い出が自動で記録されていくでニャーウィス。そして友達ページはいろんな人と交換できるでニャーウィス。マイページ編集、プロフィール送信するにすれば、ちょっとよくわからんねんけど。すれ違い通信はメダル交換した相手、協力プレイの仲間、いろいろニャーウィス。はぁ、あ。なんだこれ。と、まぁ、あ、こんな風にいろんなことができるニャーウィス。あとせっかくだからもう一つおすすめ情報を教えるウィス。白の気象は白犬隊で活躍したら送られるものだニャーウィス。あ、なんか青コインとか赤コインとかあるな。メダルと交換できるのか。白犬隊同士で協力してミッションクリアしたり、さすらい闘技場で勝利することが、白の気象を集める鍵だニャービス。白の気象は白犬手帳のアプリの、白犬通販で交換できるニャービス。他にも白の気象が必要になる場所があるという噂も。難しいな、これ。とにかく白犬隊同士で協力して、白の気象を集めまくるでニャービス。はい、以上で説明終わりで、これ赤犬隊とはできひんってこと？どういうことや、これ。登録も終わったことですし、バスターズハウスに帰りましょうか。はい。ちょっと待って、難しいぞ。白の手帳が。ちょっと待ってよ。これ、白犬手帳。友達ページは、これはでもあれやんな。いつも通りやんな。うん。白犬通販、これか。アイテムの恵みオーラ。ミッション中バトルアイテムがたくさん送られない。あ、そういう特殊効果。大当たり確定オーラ。必ずミッションクリアすると、必ず大当たりの宝が出る。白犬隊の人たち300回協力した。はぁ、あ、無理やてぇ。知らぬたの人と100回すれ違った、無理だよ、もう今の時代。100回すれ違うのはどんだけむずいか。これクソむずいな。クソむずいや、これ。ちょ、もうすれ違いミッションやめてくれ、もう。当たり前のように出しやがってよ。もう無理なんや。今の時代から始めたやつは。2022年から始めたやつのことも考えてくれる？ほらほら、バスターズハウスに帰りますよ。帰るか。なんなん、無理やん。すれ違い通信はもう不可能なんよ。すごい、移動にはなんかこだわりを感じる。おかえりなさい。来た。なんかでもいろいろもらったしな。でもいろんな情報と、あと白犬隊になったんか。ウィスパー運転お疲れにゃん。早くそばでゴロゴロしたいにゃん。
ダメですよ。まずはちゃんと登録してきたことを報告しないと。さあ、ブリーダーちゃんのいる、司令室へ早く行きますよ。行きますか、じゃあ。司令室。はい。はいはい。どうやら登録の方はちゃんとできたみたいだな。それはもうマッチリバッチリでミス。よし、だったらネクストステージだ。バスターズハウスのランクアップについて教えてやろう。ほう。ほうほうほう。バスターズハウスにある施設は、まだ正直言って最低ランクだ。だが、バスターズの活躍を認められると、施設がランクアップするぞ。ランクアップするための条件は、施設によって様々だが、施設をランクアップすると、お得なことだらけだぞ。例えば、2階のレベルルームなら、友達妖怪を増やしまくればいい。そして、レベルルームの次が、のランクになると、あの、お師匠さんが真の力を。あ、たぶん合成できんのかな。おっと、ここから先は実際にランクアップしてのお楽しみだ。とにかくいろいろな活躍して、すべての施設をランクアップさせるんだ。はい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 。オッケーオッケーオッケー。分かったズラ、俺たちももっと頑張るズラよ。オッケー、いい心がけだ。だったらお前には一ついいことを教えてやろう。にゃ、いいことって？ここの地下室行ってみろ。面白いことになってるぞ。あ、来た。準備中の地下室行けるこれ。お、来た。さすらい闘技場。なんだこれは。スネスネークやこいつ。ちゃうわ。何やったっけこいつ。スネスネークじゃないわ。何やったっけ。仕切りたがり。違うわ。もう覚えてないわ。おお、よくぞ参った。あ、マムシ行事や。わしはマムシ行事。お主らが来るのを待っていたぞ。いつまにかここも改造されちゃってるにゃん。ついこの前まで、ここは確かただの物置でしたのに。このさすらい闘技場はわしが預かることになった。さすらい闘技場、さすらい闘技場ですって。さよう、トレーニングをコツコツ積むのが結構じゃが、強くなるためには実践が一番じゃ。はい、さすらい闘技場。もうダメ、もう無理もう無理。すれ違い通信は。お前ら次のミッションはだんだん坂でやるぞ。お、懐かしの地を回る感じやな。バスターズの鉄則はチームプレイだ。これからその時に役立つことをお前らに教えてやる。しっかり覚えておけよ。はい。通信機能を使えば最大4人の友達と協力してミッションを挑めるぞ。近くの人と協力では、ローカル通信近くにいる友達とも協力できる。遠くの人とはインターネットで離れた場所との友達とも協力できるぞ。何、友達が4人も集まらない？だが安心な、お供妖怪がついてくるぞ。ああ、そうなんや。2人協力プレイときはお供1人ずつ。3人はミッションを受けた人のお友達だ。お供妖怪のが下側に一番上にあるやつが自動レベル。はい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 。また自分のバスターズランクより高いランクのミッション参加できないぞ。はいはいはい。はいはいはい、オッケーオッケーオッケー。それとミッションに出動中のチームは参加できないんだ。つまりミッションに出動している間は他の人が参加できなくなるから注意しろよ。すごいぞ。そして協力プレイの後は、お楽しみが待っていると。協力プレイでミッションをクリアすると参加した人数のお宝がもらえる。だが、ここからがポイントだ。1人がもらえるのはあくまで1個。つまり誰がどれをもらうかを決めなきゃいけないってことだな。そしてそれを決めるのがコマバトルだ。コマバトルの前にまずそれぞれが星お宝を選ぶんだ。欲しいお宝が他の人と被ったらコマバトル開始だ。最後までコマが倒れずに残っていた人が、一人だけなんや。はいはいはい。気をつけろ。あとはお前らの妖怪バトル送っといて、あ、よく読んで、はいはいはい。これじゃあれなんや、ミッションも通信でできるってこと？この辺のミッションも。ストーリーモードもできんのかな？まあでも最初はさ、結局、あれがないからさ、レベルが足りてへんからさ、絶対。待って、持ち物。多分レベルが足りてないから、どうせ多分どのミッションも参加できんやろ。うん。バスターズランク足りてんから。だから普通に最初はストーリークリアしていくのが鉄則やと思う。っていうか今、最後のお宝でさ、妖怪がいたんよね。大当たりで。ってことは、多分クリアした後の大当たりでしか出てこへん妖怪とかもいるんやろうな、多分。そして俺が何より辛いのはもう、すれ違い通信ができないってことがクソ辛いんですけど。普通に。もう、ありきか。すれ違い通信ありきか。オッケー。10体ね。どこですか？オッケー。届いた？あ、弱い。あ、弱いけど、あ、ため、オッケーって書いてあるんだ。ためオッケーって書いてある。これ、ため攻撃や。いいんだよね。ため攻撃とためじゃないやつは。ためとこ。オッケー。オッケー。ためオッケー？ん？俺、ためれてた今。ん？俺今、ためれてた。あれ、わかんない。今、溜まれてた、俺、ちゃんと。溜めて。オッケー！お、強っ！いいや。強っ。コマさん、強っ。いいね。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。溜めってな、溜め攻撃な、あれなんよな。たまにキャンセルされるから辛いのよな。
来た、東方技術。こっち来たね。はい、はい、はい。はい、オッケー。はい、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 オッケー。はい、オッケー。ジバニャン、あ、来た友達チャンス。東方技術。いいね。はい、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 はい。オッケー。なんかちょっと待って、なんか、ちょっかいかけてくるやつが女こいつな。お、こいつ、オッケー、ナイス。よし、あと、結構いる。あと結構いるね。結構いるね。まだ。オッケー。これ、離れててもダメージ入るの強いよな。これ、溜め攻撃大抵。さあ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 。次は、ここか。ちょっと鬼玉もしっかりね、取っていかないとレベルアップができないから。で、溜めながら走って、溜めながら走る、溜めながら走る。はい、オッケー。逃げよんな、こいつら。めっちゃ逃げんな、こいつら。オッケー、ナイス。進ま出現。オッケー、オッケー。なんか俺、回復してんねんけど。あれか。ヒーラーが回復させてくれてんのか。どこや。なんか、走り遅くね。あれ、なんかさっきより走り遅いよね、気づいて、コマさん。あ、デバフかかってたわ。いつの間にかかかってんな。あんま気づかへんもんやな、デバフかけられても。わからへん。あんま目だ、あ、来た、とこ、いらんわ、でも。なんでこいつこんな仲間になりたがんねん、トホーキス。はい。これ慣れてきたぞ、俺、これ。オッケー。妖怪メダルゲッツ。2個もゲットしちゃった、トホーキス。いらないのに。普通にトホーキスいらないよ。君、いらないよ。さあ、どこかな？妖怪ウォッチバスターズ、面白いね。これ、ただのミニゲームやったのに、すごいな。ここまで本格的になるとは。最初はね、鬼時間つって鬼から逃げるだけのゲームやったしね、なんなら。妖怪すらおらんかったしな。それが、ここまで、なかなか面白いゲームになっちゃって。オッケー。イガイガグリとかお前仲間になっていいねんぞ。なりたかったら。オッケー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 。まあ、いやいや。あと、3体ですね。溜めて、放つ。オッケー。トホギスしかほんま仲間ならんやん。2体も仲間だし、かも。トホギスってなんか合成できたっけ、あいつ合成できんかったような気がするな、あいつ。合成妖怪はな、正直な、複数体って言いねえけどな。うん。あと、進化妖怪じゃない。進化妖怪も。進化前だ、進化後みたいな。うん、鑑賞用、保存用みたいな言い方してるけど。それでもいいねんけどさ、普通のさ、妖怪が2体ってあんまいらんよな。レアな妖怪以外は。あとラスターの上のやつか。オッケーオッケー。地味に遠いな。段々坂もこれあれなんやね。右端だけなんやね。範囲は。最後ら辺だったら全体なのかな、これ。でも、でかすぎるから全体は。オッケー、目的達成。よし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 。もう敵はいないみたい。なら帰っても大丈夫。あれ？オッケー、シェイ。あの神社めっちゃ気になる。絶対あれガチャよな。これガチャなような気すんねんけど、この後ろのやつ。ガチャじゃないのこれ。あれ絶対ガチャよな。いつ回せんやろ、ガチャは。でもメダルがあったから、褒美に。なんか紋章やったっけ？気象か。気象で。絶対に、ガチャがあるはずなんよ。どっかで。お！来た、青コイン。中あたり。おー、もう、ホギスが2体もこんなんいらんのに。こんないらんのに。あ、よーし、帰ってきたな。では、これからお前らにサブミッションやってもらう。サブミッション、あ、サブミッションあんにゃん。サブミッション、ストーリーのメインミッションには、メインミッション、サブミッションがある。メインミッションはクリアしないとストーリー進まないミッションだ。サブミッションは基本的にはいつでも自由に受けられるミッションだ。だが、どれか一つをクリアしなければ進まない場合もあると注意しろ。はいはいはい。とりあえず、この俺が今からお前らにぴったりな、手頃なミッションを集めてきた。まあ、その中から一つ選んでクリアしてこい。なるほど、了解。悪さは妖怪すべて倒せ。これ、駅前妖怪を助けよう。びっちゃんの手ぬぐいを集めよう。はい。どうしよう、どれでもいいな。真ん中から行くか、真ん中行くか。オッケー、出動、オッケー。うわ、だんだん坂全体になったわ。全体になりました。あ、美脚。おい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 。はい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 。はい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 。はい、オッケー。オッケーオッケーオッケー。倒していこうかな、こまめに。そしたら仲間になってくれるかもしれんしな。今は仲間増やしたいよな。オッケー。コマさん、遠くから攻撃できるのめっちゃ強い。ほんまに。
しっかり鬼玉も集めていきの、あの奥にいるな、右下にいるわ、助けてほしいって言ってるやつが。でもちょっとしっかり一人ずつ処理していこう。はい、アイテムとかね、序盤にね、こういうアイテム集めとかね、しっかりしていくことによって後半ね、あのめんどくさくなくなるから。はあ、あと鬼玉とかね、あと仲間にするときとかね。ちょっと待って、ほいほい、おい、まあなかなか強いやんけこいつ、あぶね、こいつなかなかやるやんけ、絡みゾーン。さあ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 、とりあえずあのたあの緑色の色のところ、妖怪マークのとこまで行きますかと。はい、おーっと来たね、こいつめっちゃ攻撃的、絡みゾーン、すごい、この子すごい攻撃的よ。オッケー、ナイス。で、あ、鬼玉もたくさん。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。これ、ため攻撃より普通に連打した方がええな。A 連打の方がいいような気する。どうなんやろ。なんか A 連打の方が、あの、強いような気する。ため時間かかるから。来た。あ、こいつの HP 間に合う。はい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 。はい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 。倒す倒す倒せ。こいつの HP があるってことは、こいつの HP が0になったら、俺らミッション失敗よこれな、そういうことやな。溜め攻撃、はいはいはい。あ、こいつら結構でも HP 高いな、こいつらなかなかやるやん。あ、待って、人玉使える、人玉乱舞来た。お前どっち向かって撃ってんねん、これちゃんと向き合わせなあかんのかい。自動ホーミングやと思ってた自動ホーミングやと思ってた、ちゃんと合わせなあかんのかよそれ。お前らよかった。だからまだ安心の時、マジ周りでバスをしてる妖怪5匹倒してこい。了解。その後もやらなあかんのか。いや、これ人玉乱舞どこに売ってんねん、こいつマジで。だるすぎやろ。これちゃんと向きがあったんやね、人玉乱舞にも。ちょっとあの、適当に言ってもさ、ホーミングしてくれると思ったからさ。うん。適当に言っても大丈夫やろと思ったけど、あかんかったわ。なんならてか、あの、この、助けてって言ってるやつに対してめっちゃ撃ってたわ普通に。あと3体、ちょっと遠いな、こっち側行くんじゃなかった、もう片方の方行ったらよかった、遠いわ。はい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 、なかなか仲間ならへんやんけこいつら。あと下に行って、あともう一人下に引き倒すか、下に引き、さあ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 、溜めて後ろから、はい、5から5、バカズキン。当たった、オッケー当たった。やば。めっちゃ削れてる。半分ぐらい持ってけんな。でも、溜め攻撃。全部溜めたら。さあ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 。この状態で、オッケー、なんか来たな。いや、また絡まれてるわ。まだ絡まれてる。あ、そう、獅子丸や、こいつの名前。こいつほんま、すぐ絡まれるや、お前。どんだけ絡まれんねん。ちょ、待て、死んでる、死にそうになってる、死にそうになってる。危ない危ない危ない。めっちゃ絡まれてるやん。めっちゃ絡まれる体質なんか、お前。でもお前、そういう妖怪ちゃうやろ。別に。絡まれやすくなる妖怪じゃないやろ、別にお前。はい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 。獅子駒はな、妖怪落ち信じてめっちゃお世話になってるからな。こいつにあの、大九段のコン2個も出して、経験値稼ぎ、アホしてるわ。オッケーオッケーオッケー。見えねえ、カメラ操作。見えた。おしよ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 し。オッケー。目標達成。し、帰りますか、じゃあ。いやー、なかなかハードな今回は、ミッションでしたよ。なかなかやること多かったよ。あ、ジミー来た。いやでも持ってるし、いらんな。こいつ大当たり枠なんやね。まあ、でもまあまあ、友達が増えることはいいことでしょう。はい。あれ持ってなかった、あれあいつ助けたけど。あ、そうか、友達にはなってなかったんか。なるほどね。お、ふぶきちゃんや。あ、みんないいところに帰ってきたわね。ん、何かあったんですか。実は下にあなたたちにお願いがあるって子が来てるの。ほう、誰？なんか困ってるみたいだからすぐに会ってあげて。はい、誰ですか？ほのぼうの？あ、ちゃうわ。メカブちゃんや。はい、こちらが依頼人のメカブちゃんよ。俺ちたちにお願いって何やん？
実はワカメくんっていうお友達がいるんだけど。いるね。彼銭湯に行ったきり全然帰ってこないの。それでどこの銭湯にゃん？ダンタン坂にある桜の湯ってところよ。そこへ行ってからもう1週間が経つぞ。そんなことある？銭湯から行って銭湯に行って1週間帰ってきてんの？出汁取られてんじゃん、もう。じゃあ多分なんかそれ出汁取られてる銭湯で1週間もずら。それはちょっとおかしいにゃんね。ワカメくんを探してほしくて、他のバスターズもあったけど全部断られたんでしょ。ひどいよね。他のバスターズは多分忙しいんじゃないか。俺らみたいに弱小じゃないから。だからもうここしかない、ここしか耐えることがない、耐えるところがないの。お願い、ワカメくんを探して。なるほど。お嬢さん安心してください。ワカメくんはこのウィスパーが必ず。ウィスパーは戦わないにゃし。ちょっと余計なツッコミ入れないでくださいよ。とにかくだんだん坂の桜の湯が怪しいから、メカブちゃんと一緒に、調査に向かって。はい、わかりました。わかりました。はい。ちょっとレベルアップしたいな、その前に。一回。コマさんの。はい。レベルアップで1500もあるからね。もうポイントが。さあ。1、2、3、4、5、10、10まで上げるか。オッケー。19にするの、これなかなか、あれやな。大変やな。あ、すげえ！これ、あれないんや。読み込み。これすごいな。これめちゃくちゃいいで。これ読み込みないのすごいで、これ。階層移動で。この時代で。この時代で読み込み階層で、階層で読み込みないのすごいこれ。どこや？ここや。オッケー。メカブちゃんを銭湯まで連れて行こう。了解？あ、夜やん。来た。あ、ちょ待って、お前走んな、バカ！バカバカバカ。襲われるからや、バカがほんま。走んじゃねえ、てめえ。走んじゃねえ、てめえ、これ。どうせ襲われるんやから、はい、こいつマジでぶっ飛ばすぞ、このメカブってやつ。ほんまに。こいつ、走って襲われそうになったら引いてきよんねんけど。なんなん、こいつ。ぶっ飛ばすぞ、てめえ、マジで。おい、てめえ、ぶっ飛ばすぞ、おい。ふざけんな、お前。ちょ、待てよ、お前、こいつマジで。しかも、ワカメくんやんけ。ワカメくんがいたわ。でもなんか様子が。ワカメくんどうして私たちは戦う運命なの。ちょっと、だから、ちょ、わかったから、ちょ、一回下がれ、バカ。バカ、下がれ、おい。おい、メカブ。おい、もうなんか、こいつ、ほんま、こいつ、ほんま。ゴミなんやけど。自分から走ってってさ、敵に見つかって下がってきよんねんけど。しかも、戦ってますやん、メカブちゃんも。なんか、一瞬。お前、待って、お前。待って、こいつ、めっちゃワカメくんいるわ。すごいわ。すっごいワカメくんいる。なんでこんなワカメくんいる？どうした？なんでこんなワカメくんがいる？ちょっと待って。ワカメくんの量エグいわ。なにこれ。増殖してるワカメが。え、なにこれ？すごいって。ワカメくんの増殖が半端ない。このメカブちゃんが連れてくるからええわ。うん。勝手に連れてきてくれるわ、こいつ。わざと俺がワカメくんとこまで行かんでもこいつが連れてきてくれる。ワカメくん、えぐいってこいつ。おい。収穫の時期か、もしかして、もう。もしかして桜の湯で収穫されてんの、こいつら。育てて収穫されてる、桜の湯でワカメくん。ちょっと待って、あいつも行ったけど、一回ガムします。鬼玉欲しいんで。はい。あいつ行ったけど、一回ガムシして鬼玉欲しいんで、しっかり回収。ん？ちょっと待って。なんだこのでっかいワカメくんは。なんだこれ必殺技か。さあ、人の学ぶ。おー、当たってる。おー、強っ。ワカメくん、私は聞こえる？ん？はあ、メカブちゃん、一体何が起きたんだ？はあ、こいつ倒していいか。ワカメくん、正直に戻ったのね。いいかこいつ。ぶっ飛ばしていいかこいつ。ミッションクリアだ。気をつけて帰ってこい。こいつぶっ飛ばしていい？こいつのせいでいろいろめんどくさいことになったから、こいつらぶっ飛ばしていいかな。おい。コマさん、もう一回人玉乱舞打とうで、こいつらに。帰りますか。OK。なんだこのワカメ大量発生は。さあ。来た。300?あと、あれや、ボーナス250もらえてるわ。ハズレか。イエーイ、ワカメくん、完全復活だぜ。本当に元に戻ってよかったわ。バスターズのみんなも、どうもありがとう。でもどうして数が増えたりでっかくなったりしたにゃん。それがよく覚えてなくて、覚えてることと言ったら。ほう。おお、ワカメくんより先にお湯に浸かっていた妖怪が。その妖怪、お湯の温度についてさ、なんか怒ってたみたいでさ。
こうなったらわしの好みにお湯を変えてやるカッポーンって声を聞いたの最後に、そこから記憶がないんだ。なるほど。なるほど。もしかしたらその妖怪がお湯に何かしたのかも。とにかく桜の家行って調べてみましょう。いってらっしゃい。ズラ、小吹ちゃんは一体何してるズラ？また新しいアプリを見つけたの。みんなも使ってみない？おお、来た、メダル交換アプリ。いろんな妖怪をチームに入れることができて便利みたいよ。メダル交換アプリ、あ、はいはいはい。これいつも通りだな。はい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 。近くの人と、フレンドとインターネットね。はい。はい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 。これはいつも通りだね。なんか面白そうズラね。でしょ？吹雪ちゃん、我々はそろそろ桜に向かいたいのですが。ああ、そうだっけ。じゃあ気をつけて。来た、ノーセトンマン来たね。さあさあさあ、で、司令と行って、ミッションで、どうやらのぼせトンマン強いんかな。来た、ボス、のぼせトンマン。出動ゴー、進撃の巨人みたい。お、来た、のぼせトンマン。久しぶりに見たな。のぼせトンマン。こいつおなじみボス妖怪やな。もうなんかもう、レギュラー化してるような、こいつ。ん？あ、いるな。いや、でかい妖怪ができたら、これもう普通のシンバスターズと変わらんやん。これシンバスターズと変わらんやん。わしの計画に邪魔するやつは誰だ？ちょっと待って、どこや？あの奥か。遠いなあいつ。うわぁ、足遅なってる。足遅なってる、めっちゃ。これめっちゃだるい。さあ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 。溜めながら行くのが一番いいかな。さあ、ぶっ飛ばせ。見回りの鬼もいんのかよ、ちゃんと。ちゃんと見回りようにもいいんや。強っ。ちょい強い。ちゃんと、人面剣？オッケー。見回りの鬼もいいんやな。それはちょっとめんどくせえな。ちゃんといるのね、見回り鬼も。さあ、来たぞ、ノーストンマン。さあ、行くぞ。あー、ちょっと強いかもしれんぞ、こいつ。あ、でもこいつ、シンバスターズと同じ攻撃や。おい、シンバスターズと同じ攻撃だ、これわかんぞ。ちょ、待って。あれが人面系に行ってる。人面系に行ってる。ちょ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 、やばいやばいやばい。人面系がマークされてる。ちょ、一回こいつ、潰すか。オッケーオッケーオッケー、次、ノブストンマン。さあ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 。ちょ、めんどくさいめんどくさい。ちょ、いらん。いらんやつがいっぱい来てる。危ない！死ぬ！助けて！オッケー、ナイス。やばい。よっ、オッケー。オッケー。ちょ、待って。ナイス。やばい、おぶねー。ちょっと待てよ、ほい。ちょ。こいつ、まあまあ強い。ちゃんと強い。オッケー。はいはいはい。必殺技たまるかな？必殺技ちょっとや。痛い。オッケー、ひとだまた。ひとだまランブ行くぞ。はい、ひとだまランブ。オッケー。あえて防御力下がってるよ。しっかり。ちょっと。すごい。やばい。ちょっと、生捨てた、おい。米じじかゆく。ナイス。あとちょっと。やばい、米じじが死ぬ。ヒーラーが死ぬ。ちょっと待って。待て。これチェンジした方がいいんかな？これチェンジすべきか？俺がチェンジすべきか、これ。これチェンジすべきや、俺が回復になるべきや、これ。オッケー。回復。オッケー、無理壁回復。からの必殺技。オッケー。紐インパク、オッケー。これでチェンジして、次ジーバーニャン、百裂肉球。ギリギリで耐えてくる。ちょっと待って、ジーバーニャンの攻撃忘れた。ちょっと逃げな、こら、ボケお前。ほい。あれ全然、なぜ、あれん、何こいつ、なんで何こいつ、んあ、なんかめっちゃ、なんかすごい。鬼玉めっちゃ落としてるね、こいつ。どういうことな、こいつ鬼のおめえ落としてる。なにこれ倒せへんの？ん？なんだこれ。鬼玉はでもめっちゃ落としてんだよ、こいつ。
なんだこいつ、なんだこいつ。とりあえず行くか、でも。追いかけるしかないな、これ。追いかけたいんや、でもとりあえず。はい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 。はい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 。なんか、ん？でも倒せるわけじゃない？見回るようにちょっとうざいわ、お前。ん？倒せるわけじゃないんや。倒せるわけじゃなそう。でも追いかけたら鬼玉が、鬼玉がめっちゃもらえる。これ、なんや、こいつ。どこまで行くんや、お前。ボスはあれなんだ。こうやって HP ギリギリになったら逃げていくんか。それを後ろからずっと攻撃し続けると鬼玉が大量にもらえるみたいな、そういう仕様。てか、必殺溜まりそう、もじき。はい、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 はい。必殺技、百裂肉球、オッケー。これめちゃくちゃ鬼玉、わ、来た。なんかでっかい音した。でっかい音した。お、人玉ランブ行こうぜ、人玉ランブじゃあ。はい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 書けばいいってもんじゃねえぞ専門家のもとにって書けばいいってもんじゃねえぞ。誰がこいつに指導してんねん。来た。ここがラストか。なるほど、今のは序章に過ぎないと。なるほど、確かにあいつ元気早くなってるへん動き。下画面に注目にタッチ、やつの動きを目を外すんじゃないと。タッチ、はい、わかりました。とんでもない技を使ってくるかもしれない。はい、了解。危ない。どう、下画面を見とくかなあかんの。下画面も上画面も見なあかんって、すごく忙しくない、それ。すごくない。オッケー、でもこれ、ザコの、介入、ザコ介入してこへんから。他の敵のザコ介入してこへんから。オッケー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 。存分にこいつのタイマーを楽しめ。うぅ、危ない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 。どこ行った？どこ行った？どこ行った？下画面見ながら行かないと、どこに行ったか分からなくなる。いやー、ごい。ちょっと待て、待て。はい。ちょっと待て、危ねえ。な、俺狙われてないけど、タンクさん。あなたが狙われる仕事でしょ、無理壁さん。なんかしてきたよな、こいつ。なんや、こいつ、なんかしてきたぞ。大丈夫か。なんかしてきたけど、怖いな。動きが変わったら注意しろ、OK、了解。お湯がマグマに変わる。ちょっとそれはもうお湯関係ないかもしれん。意味がわからん。何その能力？ん？これか。ね、これ。長押しで？いや。ちょっと待てー。滑るよー。なんで俺が狙われてんのー？オーケー、解除！マグマ戻したぞ、お湯を戻した。すげー、すごい滑る。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 すごい厄介、これ。これ、いつになったら終わる？これ。これ、いつになったら終わる？これ。ちょっと待て。これすごいよ。これすごい滑るよ。めっちゃ滑るよ、これ。めちゃくちゃ滑ってるよ。あいつ絶対マグマにしょるって。マグマにしょるって、あいつ。あいつ絶対マグマにしょるって。追い焚きバーニング。おい、マグマにしょるって。これ解除せんでよくね？別に。今思ったけど。ちょっと待って、これいつになったら終わる、これ。人玉、うわー、外した。これチェンジしよう。こっちや。ジバニャにチェンジしよう。オッケー、白熱に行くよ、オッケー。ぶちかましていく。さあ。よしよし、あ、これか、キャンセルできる、ジバニャンの強攻撃。ジバニャンの強攻撃、キャンセルできるやん、こいつの攻撃。強くね？はいはい。やばかした、やばかした、やばかした。ジバニャン、これ回避があんのよな、Y ボタンで。オッケー、こいつが今マグマバーニングしてる間に、こっちを直す。これ賢い。オッケー。これ賢い。さあさあさあ。はい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 。今、あれ、無理壁が狙われてるわ。オッケー、これキャンセル強いぞ。キャンセル強い。あ、ビーバー茹で上がりきた。お、すごいね。全部変わるんだね、ほんとに。何これ、チャンスだ。なんだこれ。ん？周りの船に十分気づくよ。チャンスって何？チャンスって何？ちょっと待って。わからん。こいつが何のチャンスを指示したんかわからん、俺が。
俺に対して何のチャンスを指示したのかが全く分からないけど、ゴリ押せゴリ押せ、もうゴリ押せゴリ押せ、これ殴れば勝てる、殴れば勝てる、いけ、いやこいつやってくんじゃん、マグマに大丈夫か、オッケー、うわー入ったか、もう入ったんやったらもうこう解除するよお前、いいか、はい、マグマ風呂で回復している、なんやて、ちょっと待って、それはやばい、そんなことは知らない、そんなことしてくのか、じゃあ全部解除するわ一回、オッケー、やばい危ない、マグマ風呂で回復は効いてない、あこれ100人きつくにくい、これ終わりや、これオッケー、フィニッシュは百裂肉球です。コマさん結局使ってないわ。よし、これで、あ、襖出た。よーし、変わりますか。ボス戦むずくね？ラスボスとかめっちゃむずそう。ラスボスってかこれ誰なんやろ。1はイカかもね。2は、すべてを奪う。奪うね。奪うねで、さあバスターズのボスは誰なんやろ、さあお宝発表来い、ああまあまあいいんじゃね、洋画コネタ全然いいんじゃね、トンマンの名はまさかのボストンマンのような強敵を倒してしまうとは、にゃはは、あのぐらいは楽勝楽勝、俺たちがちょっと本気を出せば朝飯まにゃずら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 、メカブちゃん一見落着してよかったね、そうなんだけど、おや顔色が悪いですね、どうかしたんですか、なんや、実はお友達がまだ戦闘から帰ってこないの、え、まだ、なんですって、ワカメくんトラブルに巻き込まれすぎにゃん、うん、今度はいなくなったのはワカメくんじゃなくてあれや、昆布さんや、どういうことずら、それが今度いなくなったのは昆布さんなの、また回想かい、どうしてそうなるにゃ、あいこのワカメトリオ悪いことしかせえへんわ、お来た、次回動く、次回の妖怪ウォッチバスターズは、え、コマジコマジロ、あれやばい、都会にかぶれ、都会にかぶれちゃった、コマジロが、あドクロガシャドクロや、おいコマジロが都会かぶれになっちゃったって、